マールブルグ熱とは、フィロウイルスかのマールブルグウイルスを原因とする人獣共通感染症。同義語として、マールブルグ出血熱、マールブルグ病、ミドリザル出血熱。患者と接触した医療関係者や家族は、接触の程度により、一定期間の監視が行われる。1967年、西ドイツのマールブルクとフランクフルト、 ユーゴスラビアのベオグラードにポリオワクチン製造、実験用として、ウガンダから輸入されたアフリカミドリザルに関わった研究職員や清掃員など25名が突如、発熱、うち7名が死亡するという事件が発生した。原因は、マールブルグウイルスという、これまで知られていないウイルスによる出血性感染症であった。その後も、中央アフリカで、 散発的な発生が見られたものの、エボラ出血熱ほど、急激に感染を拡大するウイルスではないと考えられていたが、2005年4月に、アンゴラで大量に感染者が続出し300名、前後が死亡したため、散発的な感染しかないという点について疑問が出てきている。フィロウイルスかマルブルグウイルスによる、エボラウイルスもフィロウイルスか、一本ウサリア RNA ウイルス、エボラウイルスと、 電子顕微鏡上の外見は非常に似ている。野生動物の猿、コウモリ、鳥類からの空気感染、飛沫感染は否定できないが確認もされていない。病原体を扱うには BSL-4 施設で行う必要がある。自然界での宿主は不明。アフリカ中東部から南部にかけて散発的に発生する。感染経路は感染者や患者の血液、 体液などとの接触によるものと考えられる。感染の防護対策は手袋等で良いとされ、空気感染はないとされる。感染者に対する発症者の割合は不明。症状が警戒した後も、精液、全眼防水等からウイルスが分離される。マールブルグウイルスによって破壊された肝細胞潜伏期間は2から21日。診断する上で、 皮膚粘膜発疹は重要な症状。症状は、エボラ出血熱に似ているが、エボラ出血熱よりも程度は軽いことが多い。発病後の致死率は20%以上。BSL-4 施設の血液等の検体から、PCR、エライザ、免疫抗体法など、対症療法のみ、ワクチンはない。感染症の予防及び感染症の患者に対する、 医療に関する法律の一類感染症で、診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して、知事に届け出なければならない。また、猿類のマールブルグ熱は、指定動物、指定感染症となっており、獣医師は、届け出義務を負っている。ありがとうございます。